どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。千葉市議会議員の樺沢洋平です。千葉市議会議員の野島祐介です。私たち、一般質問をね、先日、二人登壇をさせていただきまして、同じ日に。今日はちょっとその報告をということで対談をしていきたいというふうに思います。はい、野島さん、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。野島さんにとってはね、2回目の一般質問でありましたけど、本当にね、素晴らしい質問をしていただきましたけども、まあ、今回取り上げていただいたテーマと成果だったかなっていうのがあれば、ちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。テーマはですね、まあ、大きく分けて3つだったんですけれども、最初はまあ自転車を活用した街づくりについてっていうところ、はい、で、もう1つが介護。保険について、そして3つ目が精神障害者の医療費助成制度についてというところで3つ挙げさせていただきまして、まあ、自転車についてはヘルメットについてというところで大きく取り上げさせていただきまして、でヘルメットはやはりつけてないと転倒した時に死亡リスクがまあ 2,3 倍になるっていうこともありますので、まあ、ぜひヘルメットの着用をまあ推進したいという思いから、取り上げまして、でやはり今一番千葉市足りてないのが、まあ、他市で始まっておりますけれども、ヘルメットの購入費の補助というところでございます。他の市ではもうね、3000円2000円という補助が始まってるんですけれども、まあ、千葉市に対しましてこのヘルメットの購入費の補助を行うべきだというところを取り上げさせていただきました。でもう一つがですね、介護保険についてなんですけれども、やはり今もう介護の仕事をつく人がどんどん減ってると、やはりこれ千葉市も独自にまあ、介護福祉ホームヘルパーに、給与の補助を行うというようなことを改めて追求させていただきました。でもう一つ、安心ケアセンターというのが、ね、千葉市にありますけれども、こちらの人員補充というところもね、ちょっと一緒に取り上げさせていただきまして、これに関しては人員基準を超えた人を配置するというところを検討するというところまで成果として上がったかなというふうに思っております。で最後3つ目が精神障害者の医療費女性ということ で、ね、取り上げまして、まあ、これは、昨年の、第1回定例会で我が会派日本共産党が、まあ、精神障害者手帳をお持ちの2級の方まで、まあ、医療費の助成を行うべきだという、ね、条例の一部改正を提案いたしましたけれども、はいはい、ちょっと深掘りして今本当に困っている方が精神障害者の方で、本人も家族も困っていると、取り上げさせていただきました。まあ、引き続き、まあ、本当に誰も取り残さない千葉市を目指して、はい、取り組んでまいりたいというふうに思っております。まあ、ヘルメットの着用の部分はまさにこれも喫緊の課題で、他都市でどんどんね補助を進めてますから、うん、これは千葉市もねぜひ購入補助をね作っていきたいなっていうふうに思いますし、はい、まあ、あとやっぱ介護の問題はもう本当に千葉市議会でこの処遇改善をね、もう真正面からボール投げて取り組んでるのはもう野島さん独壇場という取り組みでございまして、でまさにこの今回の精神障害者の、ね、支援も含めてですね、野島さんのね前任というか、あれは福永博士議員で、福祉の福ちゃんと、ね、呼ばれていた素晴らしい議員の方なんですけども、まあ意思をですね本当に受け継いで、その精神障害者で本当に困ってるっていうその実態をね、もうしっかりと議会で伝えて、まあ、なかなか東京が頑なでしたけども、うん、私はやっぱり素晴らしい質問だったなというふうに思ってまして、はい、まあ、一緒に力を合わせていきたいなと思っております。はい、じゃあ続いて樺沢市議は今回の一般質問で取り上げたテーマとか、はい、はい、今回いろいろ取り上げたんですが、一つは千葉市の市営住宅は結構エレベーターのない住宅が大変多くてですね、で4階5階の上層階は今約4割なってる。すごい、うん、だからここを空き室にしておくっていうのはもったいなくてですね、そこをまあ有効活用しようということで自治会に加入してもらう、うん、でその活動に参画してもらうってことを要件に大学生を入居できないか、こういう提案をねこれまで我々もしてきました。その質問を改めていたしました。まあ、特に今若葉区なんかが高層階がちょっと上層階空いてますので、その近くの大学と具体的にこう協議にね今入り始めてまして、我々が提案してきた施策がこう前進する見通しがね出てきたっていうのが一つ成果だということと、学校の校則問題をねまた今年も取り上げまして、私が3年前取り上げた時はそれこそ2ブロック禁止、大体7割ぐらい千葉市の学校あったんですよ。だそこから見直せって言って頑張って言ってきて、最新の状況ではなんと千葉市であと残り2校まで2ブロック禁止減ってきたと。
女子生徒がね、こういう触覚をね、注意されるって話があって、いや、そういう高層化もね、みんなをしていこうじゃないかっていうことで、提起をさせていただきました。まあ、とにかく子どもさんたちが参画をして、どんどん千葉市の学校で全てのね、見直しが進むようにということを求めて、まあ、一定の前進が図られてきているというのが一つの成果です。あとはですね、地元の本田東小学校というところがありまして、5年前500人ぐらいだったんですよ。で、今もう800人に増えて、どんどんプレハブをね、グラウンドに建てていったら、グラウンドが狭くなった。まあ、そりゃそうだね。で、私今回地元の皆さんとそういう要請を、拡張を求める要請をしたんですけど、今回の議会で明らかになったことは、国の基準があるんですね。はい、実は720人以上の学校であれば、7200平米のグラウンドを設置しなさいという基準があるんです。じゃあ、今の本田東小学校はどうなんですかって私は正したら、3000平方メートル、お半分以下しかない半分以下ということですから、私はやっぱりしっかりこのままじゃ良くないと、とにかく隣接地含めてですね、拡張していくということで求めまして、まあ、市もね、さまざま検討していきたいということで、手立てを取りたいということで、見通しが出てきました。そして最後に取り上げたのは、これが今一番今地元で大きな問題になってるんですけど、バス路線がどんどん今廃止されたり減便されたりして、昨年2本緑区で廃止されて、今年に入って安曇ヶ丘で2本、はい、路線が廃止されて、で、挙句ですね、今度蒲取駅から津田駅まで行く津賀線っていう路線、あと時計駅から王子台団地まで行く千葉中線っていう路線が、まあ10月からですよ、30本ぐらいあったのが3本とかそれぐらいになっちゃったね。だもうこれはもう深刻な打撃で、しかも来年4月にはもうその路線を廃止しますって話ですから、もう市民の皆さんにとっても大変な話でございまして、なんとかこれを維持してくれということで、今回の議会で取り上げました。まあ、市の方も来年4月以降の存続に向けてですね、バス事業者をしっかり協議していくということと、私は最悪ですね、もし廃止されたらコミュニティバスだとか、もう市が予算投入してですね、なんとか市民の足を確保しろという話をしまして、まあ、市としても様々な検討をしてですね、取り組んでいきたいということで、まあ、一定前向きな答弁が得られましたので、まあ、引き続きこの問題をしっかり取り組んで、地域の皆さんの、まあ、本当にこのバスってね、大事ですから、これを守っていくために頑張ってやっていきたいなというふうに思っております。はい、いや本当にね、今回のパブサーシギの質問を聞いてですね、まあ、とりあえず質問の中にですね、この視察行った、この視察行った、この視察行ったっていうね、本当にもう現場に行って、で、いいところをもう全てこう千葉市に持ってこよう、持ってこようっていうね、ところがもう本当によく分かって、まあ、先ほどのグラウンドの件でもね、川口市に行ったと、こうやってこう広くなってんだみたいなのをね、本当に見たんで、本当にそれだけ、まあ、現場行って、でそれでもうそれをね、どんどんこう千葉市に持ってくるっていう、こういう本当足でね稼ぐっていう、本当これだなっていうふうに思いまして、まあ、これぜひ見習って私もこれからやっていきたいなっていう感じたんです。はい、ありがとうございます。まあ現場主義でね、まあいろいろ勉強してですね、これは千葉市に行けるってものはね、どんどんね積極的に提案していきたいと思います。まあ、最後に今回の議会はね、我々実は大きな成果がありまして、子どもの医療費なんです。この8月に実は我々頑張って薬局の窓口負担を無料化させました。高校3年生まで18歳までの拡充を言ってきましたけれども、まあ、今回代表質疑で来年実施に向けてですね、検討を進めるということで市長答弁がありました。ですから来年にはですね、18歳までこれ無償化できる見通しになりましてですね、いや私もね、野島さんも今高校生、お金かかりますか？すごくかかる。かかりますね、はい、だから本当にね、この高校生世帯にね、もうしっかり手厚くやっていかなきゃいけないですよね。来年以降ね、進む見通しになりましたので、はい、まあ引き続き本当にね、子育てしやすい、また障害のある方、いろんな高齢者もはじめとしてですね、住みやすい千葉市を作るために我々市議団もね、全力で引き続き頑張っていきたいというふうに思いますので、はい、ということで今日の対談は野島議員とですね、お送りをさせていただきました。ぜひ皆さんまた見ていただいて、また議会にも足を運んでいただきたいと思います。今日はどうも野島さん、ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様です。